昭和16年12月8日、真珠湾攻撃と同日に、角田少将はフィリピンのミンダナオ島にあるダバオ飛行場を空襲しました。攻撃には大型空母ではなく、小型空母龍城及び商船改造の空母春日丸、ノニセヒと攻撃機36機を投入、効果的な攻撃を行うため、基地まで260キロに接近しました。ラグモが真珠湾攻撃時に450キロ離れた場所から攻撃機を発進させたことからも、その接近度合いがわかります。さらに、昭和17年10月26日の南太平洋海戦では、角田は支援部隊として商船改造空母巡洋に座礁、敵の接近を知ると、敵方向に全速前進を命じ、約610キロ離れた敵機動部隊へ果敢に攻撃命令を下しました。この時主力部隊は、昇格と随砲が被弾炎上し、やむなく戦線に脱します。角田は、なおも空母を突進させ、機関隊を素早く収容し、さらに反復攻撃を仕掛け、離脱した昇格の攻撃機の収容もしています。角田少将の堅敵必戦の精神によるこの戦闘では、敵空母ホーネットを撃沈し、エンタープライズに中波の損害を与え、南太平洋において、米軍の可動空母を一時的に壊滅状態に追い込みました。